で、やっていきます、はい。まあ、基本的にあのダーツは自由な競技ですと、うん、いうことで、あの形にとらわれることなく柔軟な発想で常に上を目指して練習しましょうということですね。しかしながらですね、ダーツはものすごい矛盾の塊です。よくあのリリースポイントを早くした方がいいとか聞くじゃないですか、うん、でも実早くするのってものすごい難しいんですよね、実は。じゃあどうするかって発想を変えてみると、逆により遠くでリリースするイメージをすることによってここを早くすることができたりとか、そういう発想の回転っていうのがあの逆回転みたいなのが結構あるんで、それはそれ、これはこれっていう風に感じて柔軟に対応することがものすごい大事です。固定観念にとにかくとらわれないんですね。で、結構皆さんいっぱい練習してると思うんですが、ほとんどの方が修正なんですよ、練習が。修正するのではなくて、まあ修正も大事なんですけど、普段の練習では良いところを伸ばす練習をした方がいいですよと。要するに例えばレーティング10の人が修正してもやっぱり10なんですよ。10じゃなくてやっぱり伸びしろのある部分、12、13のあるところを中心にそこをもっと伸ばしていくと、円自体が大きな円になるんで、出来上がった時にはまとまった円になるんですよ。とにかくいいところを伸ばしましょう。修正するっていうのも大事なんですけど、これはもう大会直前とか本当ぶっ壊れた時とか、そんな時だけで十分です。それ以外はもう全然気にしないでください。で、ダーツいろんなフォームをこうやりなさい、こうやりなさい。日本はあの今ダーツ流行ってる部分もありますけれども、どうしてもフォーム先行できちゃった部分があるんで、もうフォームは個性です。ただ一定のリズム、一定のルーティンをすることによってフォームの安定につながります。だからこれがやっぱり毎回投げるたびにちょっとリズムが違ったりとか、そのテイクバックの位置が違ったり、押す位置が違ったりすると、やっぱり一本一本一本になっちゃうんで、どうしてもまとまりがなくなっちゃう。で、まあ、ダーツっていうのはあのバレル、シャフト、フライトと大きく3つに分かれてますけどね。バレルの部分を重心、シャフトの部分をバランス、フライトの部分を抵抗と考えると、まあどういうふうに飛ばしたいかっていうことでセッティングがどんどん変わってきます。シャフトを長くすると夜速は落ちますけど、ダーツの飛びが安定したりとかで、シャフトを短くすると飛びは安定しないんですけど夜速が出る。夜速が出るっていうことは前に包む力が強くなるんで、下に落ちる力に勝つんですよね。で、勝つんで推進力が進んで、またそれも安定する。だからいろいろあるんで、ただこれもいろいろ絶対ありえないだろうっていうセッティングをしてみたら意外にドンピシャに来るときもあるんで、ここももういろいろ試してみてください。まあバレルに関しては好みです。グリップのフィーリングですね。まあデザインいろんなのありますけど、基本的にはフィーリングだと思います。ただそのフィーリングの中で、あとはまあちょっとコアな話になりますけど、中の抜きとかのもので、で持つ位置によってバランスがまた変わってきちゃうんで、まあ僕の考える理想のバレルはショートバレルかなと思うんですけど、39ミリぐらい、90% だった、 80% だったら43ミリぐらいは伸ばしてもいいと思うんですけど、でダーツっていうのは静と動が共有している距離、必ず止まっとったら動き出すっていうのがあるんですけども、まず投げるっていうことと狙うっていうことで合わせて 100%、 これを投げるを夜速とします。で狙うをコントロールとしたときに、まあこれも 100% で、これが 120%、130% になるってことは絶対にないので、じゃあ投げるっていう行為に力を使っちゃうと、狙うっていう行為の力がやっぱりパーセンテージが減っちゃうわけなんですよね。なんでどういうことかっていうと、やはり、自然と夜速の出るグリップフォーム、グリップを見つけて、狙うことに重点を置くことがシュート力につながりますということなんで、トッププレイヤーと言われている方っていうのはほとんど簡単そうにダーツを投げてると思うんですよ。ただあの人たちはもう自分がダーツを飛ばす、ゼロの力で飛ばす方法っていうのを見つけてるんですね。でその分コントロールに気を使ってるっていうことで、やっぱりシュート力が、まあ、というかこういうことが大事だと。で、ちょっと話したと思うんですけども、ダーツの構える時のポイントというのがあるんですけども、ほとんどの方にダーツってどれですかっていうと、皆さん盤面とか機械を出す。ただ正確にはスローラインを含めてまでのダーツなんで、まずダーツっていう時にスローラインを含めてのここまでの映像を全て視界の中に入れます。で、スローラインまで含めて全体を見るっていうことが大事ですね。で構える時はダーツボードから一番遠い場所。どういうことかっていうと、右利きの人でしたら左手、左足、左肩から決めちゃう。これを、スローラインやつで
体から入っちゃうとやっぱりちょっと変わっちゃうので、とにかく遠いとこから決めて、遠いとこから決めていくっていうのが大事ですね。で、ダーツを構えるのは最後、結構多いのが構えてそこに体を持ってくる人が多い。だからやっぱり軸が全部ずれますので、体を構えて決めたところに、その視線のところにダーツを持ってこればいい。その時に必ず1本目を下から出す癖をつけた方がいい。癖的に。それはどういうことかというと、この縦目のラインを下からトレースして構えることができる。その時点で腕のすねの部分がもうライン上に乗るので、そこからはあとはまっすぐ出す。例えばちょっと面白いのだと、ヒグヒグとかって、まあ、こういう動きがあるんです。あれも実は関節の内側を上に向けてるんですよ。で、こう合わせてる。で、八千太郎とかも関節を上に向けた状態で実はこう構えてる。最近の女性プレーだと、清水清さんだと、ダツを横に構えるんです。あれも関節を上に向けてるんですよ。で、関節を上に向けてるっていうのはどういうことかっていうと、関節を投げ終わった時に真上に向くように極力する。これが横に向いちゃうと結局こういう動きになるんですよ。それが最後までやっぱり影響出ちゃうんで、必ず関節を上に向けるっていうのが理想と言われています。で、前傾姿勢時に肩を下げすぎない。前傾姿勢をするとどうしても肩から下がっちゃう場合で、結局上に飛ばすのに力が使っちゃう。で、大変肩の関節のところの可動域が、ダメになりますと。で、気持ちは前に前傾姿勢ですね。で、意識は上にっていうのは、もう髪の毛ちょっと引っ張って上にクッと持ち上げるぐらいです。この時点で体の軸が1本入るので視線のブレが軽減されます。で、ダーツはやっぱり手で投げますけども、狙うのはやっぱり目なんで、目の焦点をきっちり合わせて、それを3本ずらさないようにするっていうことが大事です。それがグルーピングに伝わります。で、振りと押しのバランス、振りが強いと野速は出ますけれども、リリースポイントがやっぱり極端に狭くなります。で、逆に押しが強いと野速は多少落ちますけど、リリースポイントが広くなる。で、パーセンテージで考えると、まあ、僕の中では振り2の押し8ぐらいかなと思うんですけど、人によってはいや1球でしょ。とにかく振りに重点を置いてる人はやっぱり難しくなっちゃうので、押しに重点を置くよ。で、押しに重点を置くっていうことはどういうことかっていうと、力をとにかく前に出す。振りだとどうしても最後の方に力を下にやってしまう場合が多いんで、とにかく力を前に出すっていうことが大前提ですね。で、これちょっと評判いいんですけど、肩周りの柔軟性、可動域が、ダーツを投げること、押しに対してのすごいポイントになりますと。柔軟性が少ないと押しが弱くなり、弱くなるスローになっちゃうんで、結局こう投げるときっていうのは手で肘を軸にして投げてる部分なんですけど、結局肩がやっぱり動かないと、肩が前に出ないとダメなんですよね。で、さっきもちょっと言いますけども、より遠くでリリースをするイメージを持つことでフォロースルーの安定につながりますと。で、フォロースルーの安定はフォームの安定につながります。で、どういう形で終わりたいか、前に力を出したとき、この状態で終わりたいっていうのを強くイメージすることによって、ここが生きてくる。で、これを結果にして、これがもう過程ですね。過程が過程を意識しなくても、結果だけを意識すればここが綺麗に出ますよ。ただ一定の動きになるということですね。自分のマックスの野速を知るっていうことがものすごい大事です。で、例えば普段から15キロで野速を投げているとします。で、普段の練習でもずっと15キロで投げてても、それはそれで悪いことではないんですけども、16キロ17キロである程度まとまるようになってきたら、15キロ16キロに安く落とした時にものすごいグルーピング率が上がるんですよ。なんで腕をしっかり振って前に出す、押してあげる、で野速を出すっていうことで、そこから少し脱力することでシュート力につなげましょう。まあこれは選択肢の一つなんですけども、よくテレビチャンピオンみたいなスポーツ番組のやつでコントロールを競うゲームで、例えば大谷翔平が170キロ投げます。でもコントロールをやるときってやっぱり150キロぐらいまで落とすんですよ。まあ、結局そういうことなんですけど、トップクラス、国内のトップクラスの人の夜速は大体20キロ前後だと言われています。で、僕で19点何キロなんですけど、
で、これ以上早いと多分今はちょっと難しくなるから逆に。20キロ前後っていうのはこれは変なんですけど、ライブ3で測れるんですけど、なんか時間っていうことを測ってみてください。結構面白いで結構大事なんですけど、ダーツは絶対にまっすぐは飛びません、直線では。でも放物線のイメージってものすごい難しいじゃないですか。なんで、ボードの手前20センチぐらいから矢先を落とすイメージ。どういうことかっていうとですね、この A 地点と B 地点ありますよね。で A 地点がもし投げるところで、 B 地点が刺さるところ、狙うところで、まあちょっと2つぐらいこう均等の放物線を書いてあるんですけども、結局この1ってちっちゃく書いてあるんですけど、これがボードから20センチから30センチ前、そこにめがけてまっすぐ投げるつもりで、そこから落として入れるっていうイメージがものすごいやりやすい。結局はこの放物線の最後のケツの部分だけがあってりゃいいですよと。だからここをイメージする必要はないですと。で結構多かったのが、昔多かったのが、ここにこう透明な筒があって、その筒を通すイメージ、まあ確かに一理あるし分かりやすいんですけど、なかなかないもののイメージはできないので、そのボードの手前20センチぐらいからガクンと落ちるイメージで、こういう放物線書いてありますけど、実際はこうは飛びません。やっぱりリリースした瞬間の初速と、ボードに刺さった瞬間の収束、最後の収束、どんどん矢速が落ちてくるんで、どっちかっていうとリリースした瞬間に一番ピークの頂点を迎える、そこからはもうどんどん落ちてくる。でもそれもまた難しいイメージなんで、もう手前で落ちるイメージでいいでしょう。でこの手前で落ちるイメージがつくようになってきたら、じゃあどこを狙ったらどこに入るっていうのが結構パターン化してくるので、ちょっとなかなかグルーピング率につながっていいと思います。もう後からちょっとやります。でちょっと戻りに戻りますけど、フォームを安定させるっていう、さっき のフォロースルーの意識をするってことですね。フォームが安定すると修正力が伸びます。要するに安定し投げれると、1本目がずれても、あ1本目ここ行ってここ行ったんだから、残り2本3本はここを狙えばここに入るっていうのができてくるんで、ものすごい安定します。ですからこれだと、これを覚えることによってカウントアップで1000点ボコボコ出ます。でフォームを安定させるためには、ガチ本気の素振りが大事です。本気の素振りっていうのが今現在自分で考えられるベストの投げ方なんですよ。でも実際にダーツを持っちゃうとそうはいかない、どうしても狙っちゃう。その差を埋めていくのがやっぱり練習だと思っていただいて、でもその手っ取り早くまずフォームを安定させるには、その理想のフォームと実際のフォーム両方を歩み寄らせて同じように投げれるようになれば、そこから上げていくことはまた可能なんで、まずそのリンクさせるっていうことが結構大事。素振りはものすごいいいと思います。ただ女性の方で結構素振りが苦手っていう方多いんですよね。はい、本気でダーツ持ってるつもりで素振りしてみてって言っても、いや持ってないしっていう。だからイメージできないっていうんですよ。はい、でも本気で素振りしてると、素振りをした状態でもダーツ持ってないのにダーツが飛んでくダーツが見えるんですよ。どこに刺さったっていうのが分かるんで、そういう風になっていくと、もう本当家でもできることだし、すごい簡単です。で、これはちょっと技術的な面なんですけども、まあ、ダーツボードは見て分かるように、ブルーを中心に放射線状に広がってます。なのでダーツボード自体に癖があります。各ナンバーの癖、あとそこに自分の各ナンバーに対する癖があります。その癖とボールの癖とのすり合わせで自分だけのターゲットポイントを作るっていうことがものすごい大事になってきて、これがワンチャンを決めるか決めれないかにかかってきます。で、まあ、僕個人的なんですけど、16、15っていうのは僕はもう左右にものすごい流れるんです。実はなんで16とかに関してはもうトリプルに結構内側狙ってます。15もそうです。でそこに入ったらもう今度リズムも上がってくるんで、もうベッドも出るし、そこからもう15だったらそこから縦の18クローズいって、もうサブインブルーレッジしまえみたいな感じの流れも出てくるんで、とにかくワンチャンにつなげることができるんで、自分だけのターゲットポイントを作るっていうことが大事です。これがやっぱりその最終的にワンチャンの時にどれだけ自分のやってきたことを自分の考えできるかっていうことが大事なんです。まあ雑学的にはこんな感じです。今バーッと、まあ時間も今日ないんで
一気に情報をぶち込んだんで、でまあ後からコピーしたやつ見てもらえれば今言ったことが基本的に全部書いてあるので、